よーし、行くわよ。ゆみちゃんと一緒に行こう。ゆみちゃんと一緒にお出かけしよう。ねえ、これ半端ねえ、マジで。どんだけ、これ。いや、もう酔えてきちゃった。お顔が溶けてきちゃった。かなりね、お顔が熱い。日差しが。ティッシュで拭いちゃったらね、取れちゃうから。ティッシュでお顔ポロポロになっちゃう。歯はあるよ。歯はあります。やだ、ちょっと待って、引っかかっちゃった。あ、嘘でしょ。なんだろう。マンジー、あ、今日あれだ、運動会行こっかな。ゆみちゃん、あれ運動会行こうかな。お友達いるんで。運動会みんなで行っていいんでしょ。運動会。いや、なんダメだ。運動会って誰でも入れんじゃないの。いや、運動会するのはいいんでしょ。いや、だって知り合いがいるんだよ。知り合いが。知り合いを見に来たって言えばいいやん。歩行者に囲まれる。あ、いいんじゃない。よいしょ。やっぱ T シャツ、あ、やな、バス来ちゃった。どうしよう。間に合うかな。来ちゃった。やだ、行かないで。あ、やっぱ、すまん。バスが来ちゃった。よいしょ。見れた？あら、あれは池袋のマンバだわ。今のみゆきね。ついにこんなとこまで進出してきたのね。マンバのみゆきよ、池袋の。やだわ、こんなとこまで。覇権争うかしな。みゆきはね、昔ね、オナチューだったんだけど、今日スネークがいっぱい出てるわ。
スネークが。あー、こんにちは。手振ってくれた。バイクの人が。あ、ベティちゃんがいた。ベティちゃんが。私と似てるね、メガネ、ほら。令和のフェイスタオル280円だって。これいいね。これ売れてんですか。じゃあこれください。ありがとうございます。はい、今日は暑いんでね。令和フェイスタオル、うん、一つでいいです。今何枚もあ、まだお店やってないのかな。大丈夫です。いいですか。これ、あ、それそれ、あ、これ中入っちゃっていいのかな。はい、はいはいはい。あ、暗い。真っ暗、真っ暗です。うせえね。280円です。はい、売れてるだろうね、多分ね。そう、売れてますよ。はい、720円。はい、ありがとうございます。はい、どうも。ここいいね、なんか面白いグッズいっぱいあるね。メガネルーペとか。あ、やら、痛い、痛い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 。足が痛い。しまって、急に痛くなった。痛い痛い痛いってパキパキいっちゃった足が。あ、この辺ピキ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 ってなった。体重かね。いや、折れてることね。いけるからちょっと立ってみよう。あ、痛い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 。大丈夫か、ゆっくり歩くわ。ゆっくりゆっくり。痛い痛い。やっぱあれだね、太りすぎだね、急激に。だって今までなかったもん、足痛くなること。太りすぎ、純粋に。あ、痛い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 、マジ痛い、どうしよう。痛い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 。ちょっと待って、なんだろうこれ、痛風なの。プリクラ撮りましょう。プリクラ、美男子っていうのがあるんだね今ね。あ、肌美ね。高いよね、900円だよ。でもすんね。もうね、ここね、普通にこうね。ちょっと待って、入んない。入った入った。怖くない？漏れてる漏れてる。携帯が邪魔？みんなに見えないじゃん。あ、携帯なくす？撮影します。3、2、1。ダメなんだ。撮影します。手ダメなんだね、多分ね。え、早い。
早い。ちょっと待って、フェイン。速攻来たね。こっちか。こっち。あ、出てきた。皆さん、プリちゃん出てきましたね。どう？お釣りは取った？ギャルっぽく映ってる？かわいい。日村とかやめて。漏れてる？じゃあいただきます。何から食べよう。こちらサボテン、サボテン食べよう。新宿サボテン。でも結構大きいね、これ。豪華だね。さすが1000円のお弁当だわ。大盛りにしたからね。できまーす。じゃーん。どうでしょう。ヌードル。ほら、であれだね、唐揚げとかも入って、唐揚げ、エビ、ロースカツ、きんぴらとか、なんだこれ、しば漬けかな、あとポテトサラダとキャベツが乗っかってんねん。ねえ、でもね、寂しいお知らせがあります。なんとね、こっち単品でね、カニクリームとあれを頼んだんだけど、ね、ソースが1個しか付いてないの。この量でソース1個はないよね。2個欲しいよね。足りないんでしょ、どう考えても。仕事してるよ。なんかちょっとあれだよね、半分使えばいいんだ。半分使ってね、半分使って半分こっちにかければいいんでしょ。まあこれを半分ないね。でこれを取っといて、あ、こっちもね、これもソースかけないの。エビの方もソースでしょ。で、タルタル。ソースチュパチュパ。タルタルを。ちょっと待ってね。エビに。これ特製で、サボテン特製タルタルだって。何が違うんだろう。うん、うん、うん、美味しい。いただきます。いただきます。どれから食べようかな。とんかつから食べようかな。こちらロースとんかつ。うん、うん、あ、お店、あの DM か LINE ください。うん、おいしい、激うまえ、とんかつ食べたかったの、ずっと。激うま。
ボテンうまいわ。トモグイじゃ豚じゃねえよ。あのさ、豚じゃなくて牛のカツあるじゃん。あれ私あんま苦手なんだよ。どっかで仙台かどっかで食べたのかな。牛カツね、あんま好きじゃないのよ。やっぱ豚だよね。豚。あのね、ミスタードーナツはあれはひでママです。私はナナちゃん。あれは違います。私じゃないです。この唐揚げってみよう。すんごいでっかい唐揚げが入ってる。うん、ちょっと竜田っぽい感じのね。竜田唐揚げって感じ。あそこのミスドの店員クビになったの。なってないんじゃない。ただ昨日実はね、ミスドの社長さんと知り合いの方と会ったのよ。で話聞いたのよ。どうなってんのかっていうの。でも酔っ払いすぎちゃって覚えてないのに何話したか。いいとこ覚えてない。なんじゃいなと。なんか銀行系の人だったんだけど、うん、あ、これエビ、ちょっと待ってね。プリプリサクサク、プリサク、エビプリプリ中、生なんじゃないこれ。このエビフライはあれだね、ロイヤルホストのエビフライみたい。ちょっとプリプリだから、うまい。サボテンって私初めて食べたから美味しいね。ここね、伝わらない。和光とは違うね。和光とはね、和光より美味しいかも。とんかつ屋さんっつったら、和光でしょ、サボテンでしょ、あとなんだっけ、もう一個あったじゃん。今結構グイグイ言わしてるとこ。KYK。 あ、カツクラとかね。そうだ、カツクラだ。前世は昔からあるじゃん。あ、カツヤだ、ごめん、カツヤ。カツヤ安いね。うん、安い。めんめん安い。
でもさ、水の口っていうところにね、カツ屋あるんだけど、そこもね、もう出入り禁止になっちゃって配信でも行けないのよ。3回ぐらいね、配信できたんだけどね、前は前は全然できたんだけどね、松屋とかも。で、禁止状態はね、なんかカメラ回してるともうダメ。カメラ回さなければ普通に食べれるけど、カメラ回してる入るのはダメってこと。うん、泡こそおかしいよ。最近みんなあれだよね、外で食べたりとかしてるよね。新宿とかはまあ店舗数が多いから結構みんな公園でご飯食べてます。それでお腹いっぱいになっちゃった。これちょっとお持ち帰りしようかな。なんか夕方食べようかしな。私見てるの入ってるの。しょうがないよね。怖くて泣いちゃってるのかな。ただだらっこだから。あ、余計泣いちゃった。まさかの近づいてきた。まさかの近づいてきて、お父さんやるね。あのお父さん子供心分かってないね。わざと近すぎてきてんだなって。そう、話すことが大事。そうそうそう。離れた方がいいわよ。私かな。お弁当はね、1700円とかかな。うん、思いっきりさ、ブランコとかやってんだけどさ、もう逆効果だよね。絶対やらんだよね、あれね。ブランコとか滑り台やらしてんだけど、泣き止まないの。そういう時はどうしたらいい？皆さん、子供育てたことあるでしょ？そういう時はどうしたらいい？子供は、あ、ほっとく、抱っこ。あ、喉が渇いてるのかな。ほら、お菓子か、うん、なんだって、ママ持ち帰ると言いながら完食する。あ、違う、これは違うよ。これは別口。もうまだあるの、ここに別口が。追加分がここにあるの。これがメイン。
ッカーボールで遊んでもあそこでのお父さん。いやでもね、子供って結構残酷だね。わーって遊んでてのさ、パッとさ、いなくなっちゃったりとかするよね。アクシャがとか聞くのに、もうアクシャがバーっていなくなるじゃん。残酷よ。つうか、ここの公園あれだね、お父さん率高いね。みんなあれだよ、パパだよ。なんでなんだろう。土曜日は何、お父さんこうやって遊ぶの？お家では？土曜日はパパがお散歩の日なんだ。あ、そっか、運動会もあるしね。うん、お父さんも大変だね。ね、給料日もなのにね。めっちゃ集まってきたのがもう嫌な。いっぱいちょっとカツラかぶっとこうかな、一応。恥ずかしくなっちゃう。変なおじさんだと思われちゃうもんだって、一応ね。一応髪の毛かぶる。最悪だね、今日ね。ねえ、ピカチュウとかにすればいいのかな、今度。そっちの方がウケるかな。全然寄ってこないでしょ。でも意外とパパはね、気になって寄ってくるんだよね。警戒してんだもん、多分ね、パパは。やっぱ子供守んなきゃいけないからさ、パパは警戒のために近寄ってきてる。35、6だった。もう迷惑でしかないのか。お茶ばかりありがとうございます。キラッキラッ、イエーイ。あ、手振ってくれた。手のこうやってくれた。一歩一歩、こういう時ね、男の子がいてくれればね、ピャッと入ってくるんだよね。女の子がちょっと多くてよね。ん？どれ？ゆみちゃんの、あー来た、びっくり。
来たイケメンが。なんで久しぶり。なんか痩せた？痩せました。ん、はい、だいぶ痩せた。随分と足太ったの、はい、逆に。うわー、翼くん。いや、めっちゃ恥ずかしい。何久しぶりじゃん。はい、なんか緊張する。緊張する。めっちゃ子供ですね。ねえ、今日多いのよ、土曜日だから。なんでそんな痩せちゃったの？稽古で。稽古で痩せちゃったの？バサ君。恒例のハグね。はい。めっちゃ、めっちゃ恥ずかしい。この上がり？いや、違います。今、あれ、夜勤を終えて。あ、今夜勤明けの？はい。お家行っていい？あ、僕今から稽古なんです。あ、そうなの？はい、1時から。1時から夜勤ね。いや、夜勤終わって、稽古、舞台稽古の。あらー、はい、頑張ってんの？はい。何は？いや、めっちゃ緊張する。ちょ、後ろからギュッてして。なんか、あ、まあ、つかないようにね、手ついちゃう。あ、大丈夫です、はい、めっちゃ震えてる、俺。あ、だからめっちゃ緊張する。めっちゃ汗かいてる。久しぶりだね。久しぶりです、本当に。イケメンでしょ、皆さん。どう？いやいや、もう大丈夫です。すごい言われるんで。マギー真嗣です。どうも。あ、そっちね。あー、でも今日は翼くんに会えたからいいかな。なんか満足。ゆみちゃんはね、久しぶりに翼くんに会えたかな。よかった、よかった。